がねちょっと微妙に寒いんですよ。昨日からずっと雨降っとって、ちょっと晴れてきたけど、なんかね今日はめっちゃあったかいズボンパンツ履いてます。これわかるかな、これねズボンもモコモコなんですよ。で上に着てるやつもこれモコモコで超あったかいです。あったかいの着とったらあったかくなるよね、当たり前やけど。コモコモコめっちゃ便利だから、モコモコパンツもし見かけたら買ってみてください。めっちゃあったかいです。おはよう。今日はですね今日朝からお風呂に入りました。何の話って感じなんですけど、あのうちね水が止まってそろそろ1週間以上経つんですけど、水が止まったって言っても、あの水が手に入らないわけじゃなくって、家っていうかアルビパークの水道があるから普通にそこをひねったら水が出るんですけど、ちょっと水のポンプが壊れててですね、でなんかその普通に水道をひねったら水が出ない状態なんですよ。水はあるけど水が使えないみたいな感じなんで、でなんかお風呂どうしてるんですかっていう質問がコメントかな、コメントかインスタのなんかコメントであったと思うんですけど、お風呂はなんかねソーラーシャワーって言って、なんか12リットル入るバッグにお水を入れて、でなんかそこの先にこうシャワーヘッドみたいなのがついてるから、こうそれでこう自分のお風呂っていうのバスタブの中でこうやってこうしてるんですけど、昨日今日とずっとちょっと曇りで、しかも結構寒くって、それからもう外に出しといても多分バッグあったかくなれへんわって感じで、ソーラーシャワーってどうやってなんか使えるかっていうと、ソーラーシャワーひっくり返したら裏側が真っ黒になっとって、でその黒いのが太陽の熱を集めて、でバッグの中のお水あったかくなって、でそれでただの太陽であったかくなったお水でシャワー浴びれるっていう感じなんですけど、なんかすごい明るくなってきたな、またなんですけど、なんかまあ、この寒さなんてもう諦めて、バッグの中に普通にこうケトルでお湯沸かしてジョーって入れてわーって浴びましたって感じなんですけどね、なんかね1週間ぐらい水がない状態なんですけど、なんとかなってるっちゃなってるんですよね。飲み水はこれここにバーキーっていう浄水器があるんですけど、なんか浄水器を使ってて、飲み水はそれで普通に OK で、であと手を洗ったりするのは見せたことあるかなんかね、ちょっとジャグみたいな、なんか飲み物入れるディスペンサーみたいなので、こう蛇口がついてるやつがあって、それをこうピーッとこうひねったらバーって出るみたいな、わかるかな、わからへんな、大阪人ってそういうの多いよね、ここのとこをガーッといってこうグッと曲がったらみたいな感じであんねんけど、なんかそれを使って手洗ったりとか、あとはねソーラーシャワーのバッグにお水をもいっぱい入れて、そこのバスタブの上に引っ掛けといて、でお手洗い出たりとかして手洗ったりするのもそれを使ったりとかっていう風にして乗り切ってます。なんでね意外と手洗ったりお皿洗ったり、まあ、洗濯がちょっと1週間ぐらいできてないですけど、でもね洗濯は最悪、もどうしても着るものがなくなったらコインランドリーに持って行ったらええし、でもねタオルだってそんな毎日とか1回使わないじゃないですか。バスタオルも2回3回使ったって死にはせえへんし、まあ、乾かしてまた使ってみたいな感じで使ってるし、なんか他にも服も結構着るものあるし、最悪パンティーなんかその手で洗って干しといたって知れてるじゃないですか。なんかまあ服も結構普通に着れてるしみたいな感じで、とりあえず今のとこなんとか乗り切ってるんですけど、週末にねちょっとね夫の友達が来てくれはるみたいなんで、それでこうパンプ届いたし、なんとかインストールしてもらってまたお水使えるようになったらいいなって思ってるんですけどね。なわけでね、ちょっと今日はね寒いんですよ、微妙に肌寒いで、なんかその夕方ぐらいになったらまた気温がもっと寒くなるから、そこまで寒くなったらこうあれファイアープレイス、あもう日本語出てけへん、最近なんか暖炉に火を入れようと思ってるんですけど、昼間そこまでは寒くない、でもなんかヒーターつけるほどでもないけどちょっと肌寒いみたいな感じなんで、まあウサギ用にはなんか電気毛布みたいなのをつけてあげて、ウサギそこの上で結構ゴロゴロするの好きやから、まあ、電気毛布つけてあげて、人間はこういうちょっとあったかいやつを着てみたいな感じになってます、なんですけどね。でね、前置きが長くなりましたけれども、今日のビデオは、トピックは、私が食べるのをやめて、花粉症が治った。本当に治った。
治った食べ物についてちょっとシェアしようかなと思います。先週ぐらいにあのインスタのライブをあかりさんと一緒にやった時に質問でなんか花粉症対策とかなんか食べ物とかなんかアレルギーとかでなんかやってることはありますかっていうのがあったんですけど、だから結論から言うと私は乳製品をやめてから花粉症が出なくなりました。なんですけどどういう経緯でそうなったかっていうと、うちね、アメリカに引っ越してきて最初3年ぐらいフロリダに住んどったんですよ。でフロリダのしかもなんか結構こう林っていうか杉とかすごいめっちゃある地域でなんかね車がそれこそ止めといたら外に止めといたらその時期になったら花粉で真っ黄色になるぐらいのすごい地域だったんですよ。で私日本にいた時からすっごい花粉症がひどくってなんかもうフロリダに行ってそれこそアレルギーがあんまりひどくって鼻づまりもひどいしくしゃみもあんまりひどいしアレルギーのお薬取ってはいたけどもうすっごい花粉症がひどかったんですよ。なんですけどなんかその後にあのベジタリアンになってでお肉をやめたんですね。でフロリダにいた時にお肉を、まあ、最後の方でやめてでその後にカリフォルニアに引っ越したんですけどカリフォルニアに引っ越してしばらくはそのお魚も卵もなんか乳製品もダメだから肉だけ食べないみたいなベジタリアンでしばらくいたんですけど、まあ、ちょっとあのきっかけがあってドキュメンタリーを見てからなんですけどそのドキュメンタリーを見てで夫と二人でもうビーガンになろうかっていう感じ でちょっとずつまあお肉をやめてたんで次お魚をやめてでその次に卵をやめてみたいな感じででもね乳製品を最終的に完全にやめるまでにすっごい時間がかかったんですよ。なんですけどカリフォルニアにいる1年の間にちょっとずつ減らしていってで春が来てそしたら私花粉症がその時に全然出なかったんですよ。でびっくりしてでももしかしたらそのフロリダからカリフォルニアに引っ越してなんかそのもしかしたら気がないとか気はカリフォルニアにすごいいっぱいあんねんけどなんかその自分のアレルゲンになるようなものがないんかなって思ってたんですけどその後ねニューメキシコに引っ越してでなんかその後またフロリダに戻ってっていうのがあったんですけどそれ以降乳製品を控えてから一個もアレルギーが出なくなったんですよ。でねなんかあの何を控えたから正直こう全然アレルギーが出なくなったのかっていうのを解明するまでに結構時間がかかってですねなんですけどなんかね花粉症以外にも実はちょっとアレルギーっぽいのがビーガンになってからなくなりました。何があってね私ね前はね果糖フルーツを食べるとなんかねフルーツとかウリ科のキュウリとかスイカとかを食べるとこの辺のこうイガ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 ーってしてアレルギーっぽかったんですよ。なんか消化できない感じだったんですけどそのアレルゲンってだからよく言いますよね。なんか乳製品とか卵とかなんですけどそういうのを食生活から取り除いて暮らしてみたらアレルギーのなんか反応みたいなのが全然ほとんど出なくなったんですよね。だから今普通にフルーツ買ってきてもパクパク食べれますしなんか喉イガイガしたりとかもしないしなんか他の花粉症とかもそうでなんかくしゃみがたまにすっごい飛んでるやろうなっていう日になんかくしゃみが出たりとかするんですけどそれこそ前みたいになんか鼻が詰まって息ができないとかもう本当に苦しいみたいなことは全然なくなってですねなんかあの例えばウサギのこう牧草とかってなんかチモシーとかって結構あのアレルギー反応がある人とかはすごいいるみたいなんですけど私もね最初ウサギを飼った時になんかまだその時お肉もお魚も食べとったからなんかすごいねくしゃみが出て大変だったんですよ。もうよっぽど私もしかしてあの牧草にアレルギーがあるのかなと思ったぐらいくしゃみがひどくってなんかどないしようどないしようと思ってた時期があったんですけどまあそのウサギをお迎えしてで、まあ、心情の変化があって、お肉やめようってなって、お肉もお魚もやめて、で、その後しばらく経ってってなったら、牧草をね、普通に扱ってても、牧草と同じ部屋にいても、くしゃみとか全然出なくなったんですよ。だから多分、いろんなものを立っていくうちに体質が改善されたんじゃないかなって思ってます。でね、いろんなところでこれを食べたら食べるのをやめたら花粉症が治るみたいな本とかサイトとかなんか記事とかがあったりとかするんですけど、なんかよく言われてるのが小麦をやめるとかお砂糖をやめるっていうのも他にも言われてますよね。なんですけど私が正直めちゃめちゃ小麦食べてるんですよ。パスタも食べてるしなんかパンも食べてるしだからこう小麦をやめた
から花粉症が治るんかっていうのは私は体感としてはちょっとあまりないんですよね。でグルテンフリーとかも全然やってないですし、だからねそういうのは多分人によって体質によって全然違うんだと思うんですよ。だから私の場合はもしかしたら元々の体質に乳製品があんまり合ってなくって、なんかこうちょっとアレルギー反応みたいなのがあって、それが他のアレルゲン花粉とかなんか牧草とかフルーツとかいろんなものに対してこう反応してたのが、まあ実際にそのそういうのをやめて乳製品とかをやめてからはなんか多分体がすごいこうそういうのと戦わなくて良くなったからアレルギーの反応が出なくなったのかなって思います。あとね、うちの夫は結婚した当初はすんごいこう頭が痛いっていうのをしょっちゅう言ってて、お薬飲んでてなんかしんどそうだったんですけど、で結構熱が出たりとかもあったんですけど、夫はねお肉をやめてから頭痛が全然出なくなりました。でね、アメリカのお肉は特にこう多分いろいろ抗生物質とか使ってるお肉とかなんかホルモン剤とかが入ってるん違うかなっていうのとか喋ってて、ただもうなんか実感として自分の体調がすごく良くなったから、まあ、お肉を食べることはもうないんじゃないかなっていうのは夫と二人で話してます。なんかね、お肉を食べる食べないとかお魚食べる食べないっていうのは本当にその個人の体質に合う合わないとかもありますし、うちはそのウサギを飼ったからもうお肉気持ち的に食べられないわってなって食べなくなりましたけど、なんか何を控えたら自分の体質をなんか鑑みてこうアレルギー反応が出なくなるかっていうのは多分人によって違うと思うんですよね。まあそのお医者さん行ってアレルギーのなんか反応とかを調べてもらって、なんかそれに対抗してというか対応してなんかこれをやめましょうみたいに一緒にやってくれるお医者さんとかもあると思うんですけれども、まあ私の場合はですね、乳製品をやめたらもう適面にアレルギーがなくなって花粉症が治りましたっていうお話でした。なんですけどね、正直ねお肉をそれからもう食べてないから、お肉とかお魚をなんかやめてもし今食べたらどうなるんかなっていうのはたまにちょっと思ったりとかするんですけど、あでもね乳製品に関して言えば私最近すごい緩くって、その自分で進んで買いに行ったりとかはほとんどしないですけど、たまにいただき物で食べたりとかもあるんですよ。あるんですけど多分それぐらいの量ってこれぐらいで、だからこう花粉症がちょっとしんどいなみたいな人はその時期の前後っていうかに、例えば普段飲んでる牛乳をアーモンドミルクに変えてみるとか、あとは最近は豆乳ヨーグルトとかいろいろ出てますよね。なんで、まあ、豆乳ヨーグルトとか植物性のものにちょっと変えていってみるみたいなのももしかしたら体質があったら効くんじゃないかなって思います。なんでよかったら試してみてくださいね。なんですけどね、あでもね、だからその引っ越しをしてカリフォルニアに引っ越したからアレルギー出えへんのかなと思って、でまたその後にカリフォルニアに行って、ニューメキシコに行ってフロリダに戻ってきたんですよ。で同じエリアに住んどったから、それこそまた車に花粉がブワーついて真っ黄色みたいな地域に戻ってきたんですけど、もう全然花粉症症状出なくなりました。なんでなんか私の体験談なんですけど本当に。でね、多分なんですけど花粉症に限らずアレルギーのひどい人ってなんかね、こうコンビニで買った生クリームとかこうごってり乗ったお砂糖とかだから使ってるこうスイーツみたいな添加物もりもりみたいなスイーツとかが多分大好きで、しょっちゅう買ってる人がなんかアレルギーになりやすかったり、こう疲れやすかったり、こうちょっと風邪ひきやすかったりするんじゃないかなってなんとなく自分のね経験的に思うんですよ。なんか自分がやっぱそういうものを定期的に取って食べてなんかこうしてた時ってこう体がね中毒みたいな状態になってるから、あーもうもっと食べたいもっと食べたいってなってコンビニのスイーツみたいなどうしても また買ってしまう。で買ったら脳が美味しいって喜ぶからこうまた買って食べてしまう。でなんかどんどん体調悪くなるみたいな感じが、まあ、私は個人的にはあったんで、なんで本当にそういうのをこう避けて、だから加工したこスイーツとかをちょっと避けてちょっと減らして、でそれこそ家でなんか食べれる、なんか家で作って食べれるものとか、なんかもっとお砂糖とか乳製品とかの含有量の少ない、例えば和菓子に変えてみるとかっていうのも、まあ、手かなっていうふうにはちょっと思います。はい、まあ、そんな感じでですね、ちょっと今日は私の個人的な体験談なんですけど、まあ、これをやめたら花粉症私は治りましたというか、もうほとんど出なくなりましたっていう体験をシェアさせてもらいました。はい。
なんかね、今日でね、もう3月も10日 ?10 日やんね、10日とかじゃないですか。で、なんかうちここにカレンダーがあって、毎日1個ずつこう消していってるんですけど、その日が来たら。なんか早くないですか？なんかもう3月って早くないですか？なんかね、こう、いつもなんかこう、あと何日で、こう、今月が終わるとか、今日は何日目みたいなのをチェックしてるんですけど、なんか最近それがすごい早くって、なんか、うわ、もうこんなに終わってるみたいな。なんかこのペースで行ったら案外、夫すぐ帰ってきてくれたりするに違うかなってちょっと思ってるんですけどね。ね。あ、そう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 。それで、私、50日記念に、これが多分47日とかやね。50日記念に、今週の、だから土曜日ですね。土曜日、こっち時間の土曜日の夕方、多分ね、インスタライブと一緒で、結果的、多分、カリフォルニアの、だからアメリカの夜7時、で、日本、夜7時やね。で、日本の日曜日のお昼なんか、午後、12時みたいな感じ、午前12時、午後12時どっちなんですけど、なんかそれぐらいに、だいたい30分から1時間ぐらい、ちょっと初なんですけど、ライブをやろうかなと思ってます。なんでね、土曜日は、その日は多分ビデオが出なくって、そのライブのビデオで50日お祝いしようと思うんで、まあもしよかったら見に来てくださると嬉しいです。多分だからやることになると思うんで、なんかね、設定とか多分そんなに必要なくって、ただラップトップでやるから、このクオリティのなんか、ハイ、HD でこうできるかどうかわかんないんですけど、まあ初めてなんでね、ちょっと不備があるかもしれませんけど、やってみようかなって今とか思ってます。はい、なんでなんかこういうことについてとか質問とか、まああったらコメントでお寄せいただけたら嬉しいですけど、多分なんとなくですけど初めてなんで、今回はこんにちはって言って、なんかコメントちょっと読んで、なんかちょっとお答えして、あ、もう1時間経ったわ、じゃあねって感じになると思うんですけど、はい、まあじゃあそんな感じで今日のビデオは以上になります。なんか相変わらずグダグダやね、こうずっとダーッと喋ってみたいな感じなんですけど、はい、じゃあまた皆さん、また明日のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。